左から、トミー、ビリー、ノエルを写したスチル写真。女の男は、アメリカ合衆国で制作された1917年の映画で、ジョセフ・カウフマンが監督したサイレントのコメディ映画であり、マーゲリット・クラーク、エルシー・ローソン、ヘレン・グリーンが主演した。原作は、同じく、ザ・アマゾンズと題されたサー・アーサー・ウィング・ピネロによる1883年の擬曲で、 フランシス・マリオンが映画用に本案した。制作と配給はフェイマスプレイヤーズイコールラスキーでパラマウント映画がフェイマスプレイヤーズイコールラスキー名義で配給を担った。この作品は今日では失われた映画だと考えられている。キャッスル・ヨルダン公爵夫人は男子に恵まれず3人の娘たちを男の子として育てた。末娘のトミーがロンドンへ出向いた際、 断層して酒場へ出向いたところ、トラブルに巻き込まれるが、いとこで飛行機乗りのリッタリー卿に助けられた。その頃、母と姉たちは、舞踏会で、トーインウェイス伯爵とドグリバル伯爵に出会う。その後、帰宅した娘たちが乗馬で遠乗りに出たところ、馬が暴走したトミーは、またしても、リッタリー卿に助けられる。トマソンは、リッタリー卿に恋心を抱く。ありがとうございます。